今回は同名詞製造を解説しますね。デロス同盟の盟主であるアテナイは、他の都市に干渉的行動をしたとして非難されていました。紀元前357年、テーバイがエウボイアに反乱を起こさせると、アテナイはこの干渉を再開します。エウボイアは、アテナイにとってヘレスポントス海峡の穀物輸送路として欠くことのできない都市だったので、これを罰し、他の同盟都市に対するアテナイの支配は強化されたのです。キオスが反乱を起こし、ロードスやビュザンティオンなどの都市もこれに続きました。いずれの都市もアテナイとの社会的、政治的平等を求めていたのです。紀元前356年、アテナイはサモスを包囲し、同年、アテナイ艦隊はビュザンティオンへ航行し、エンバタの戦いで敗れます。紀元前355年、ペルシアはエンバタの戦いの全般的な後始末と、ペルシアのサトラップの領地で問題を起こしたことに関連して、最後通帳を発します。アテナイは、もう一つの大王の和訳に駆使し、同盟氏の独立を認め、北部の港を失いましたが、代わりに、エーゲ海で引き続き交易することができました。アテナイは、これに異を唱えず従いましたが、勢力を拡大するマケドニアの帝政を抑止することはできませんでした。今回の解説は、以上となります。最後まで、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録を、よろしくお願いいたします。